アルミン・バンデル軍医大佐、アルミン・バンデルは、ドイツの軍人、医学者。ドイツ海軍に、軍医将校として勤務した。U-129 府軍医だった頃のバンデル1913年、プロイセン王国首郎ジャウ軍に生まれる。ブレスラウシュレジアフリードリヒビルヘルム記念大学で、医学を学び、1935年からルザティア、ブレスラウ学主体に名を置いた。1942年、 ブレスラウ大学にて医学博士号を得る。軍医隊員に参加している。軍医中佐昇進後は、第26潜水隊軍、第11潜水隊軍の隊付軍医なども務めた。1944年6月から1945年1月までは、フロックマン部隊である、海軍第700共同部隊の司令官を務めた。1957年に、 ドイツ連邦軍が新設されると、軍医大佐として連邦海軍に復職する。1962年から1973年まで潜水艦、潜水院生理学研究所の所長を務めた。また、医学博士として、キール大学にて、博士課程の学生に対する講義を行った。海軍退役後は、バイエルンに暮らした。1994年死去。 コゼナーコープスリソン1996-86-484ディサーテーションベジェフンゲンツビッシェンジェンナーエピリプシーウントエンドオクリナムオーギャンシステムエインビトラグツアコンスタトゥーションデゲヌイネンエピレプテカーズハットトーバーダイブンデスベア 1955-1995S106 ありがとうございます